ドリアことマテウスドリア・マセドは、ブラジルサンゴンサロ出身のプロサッカー選手。サントスラグナ所属。ポジションはディフェンダー。ボタフォゴ FR でトップチームに昇格し、2012年5月27日、コリジーバ FC 戦でプロデビューソカーウェイ。同年の10月27日のアトレチコゴイアニエンセ、戦でプロ初ゴールを記録した。2014年9月1日。 フランスのオリンピックマルセイユへ移籍した。しかしマルセロビエルサ政権下ではベンチを温める日々が続きリーグアンデビューすら叶わなかった。2015年2月6日、出場機会を求めてサンパウロ FC へレンタル移籍。同年8月31日にはグラナダ CF へ1年間のレンタル移籍を果たした。マルセユへ復帰したからシーズンには リーグ戦23試合に出場したものの、翌2017から18シーズンには出場機会が激減し、2018年1月27日にスユペルリグの家にマラティアスポルエレンタル移籍。ブラジル代表として U-20 代表を経験し、2013年4月6日のボリビア戦で A 代表デビューを果たした。ありがとうございます。